大人っぽくなった、嬉しい。なんかもともと大人っぽいって可愛いよりは言われてた言葉だけど、よりこのイメチェンというほどイメチェンはしてるわけじゃないけど、変わってから大人っぽくなったかな。ハートピカピカ、ありがとうございます。いいね、ハートありがとうございます。そう、髪色を暗くしました。そうなんです。うん、乙女ちょっと遠いね今日。乙女ちゃん、乙女ちゃん、SKにいないタイプ。まあ確かに今はいないね。昔だとやっぱナーヤンがこういう系が多かったし、ナオさんとか、ちょっと青入れてる。正解です。前回と似てるけど、でも前回のブルーブラックした時の美容師さんと同じだったんですけど、今日もなんかその方が私に似合う色の配合をしてくれたみたいです。優しい。ハートピカピカ、ありがとうございます。そう、本当はウルフにしたいんですけど、まだまだ今じゃない感じで、だからちょっとねレイヤー入ってるんだけど、そのレイヤーも結構ざっくりいってるわけじゃなくて、わからない程度の感じ で、前髪は、前髪この部分ね、姫みたいなハンコックにしたいですって言った。でも普段髪をミックスウェーブで巻いたりするから、この外巻きでもいけるような感じにしてくれたんですよ。ちょっと斜め で空いてくれたらしいです。ちょっと私には分からないんですけど。そうなんです、まだ一回も巻いたことがないので、これから公園入るたびにメイクさんに髪の毛をやっていただけるのがとても楽しみです。そう、姫寄りにしました。そう、ウルフって結構さ姫系なので、なんかでもこのおかげでさ、耳かけいけるかもしれない、ストレートでも。写真はいけたけど、実際見るとまだ、まあ、慣れないんですけど。もうちょい内巻き、もうね美容院行ってから数時間経ってるので、ちょっと内巻きが取れてるんですが、こんな感じです。かわいいハート、ありがとうございます。この新しいニューサイヤも好きになってください。絶対に時間がない公演合うんだって、私のこの髪色。私はブルーブロックがやっぱ一番似合うと思ってて、自分的にね、まあ、その今日の美容師さんにも言われました、やっぱブルベよりこの色が似合いますねとか、絶対今のこのレイヤーも似合ってるから、いつかウルフもやった時見たいというか、似合いますよね絶対って言われました。楽しみ、いつかやりたい。ハートありがとうございます。ね、明日の公演楽しみにしていてください。この新しい私で公演立ちます。だから今日ねメイクをいつもオレンジブラウン系使ってたんですけど、ブルベ夏冬に合うピンクのアイシャドウ使ってたの。髪染める前から今日は
メイクピンクでした。直接見た方が分かりやすいかも。明日からピンクになります楽しいよね、こうやって女の子を楽しめるの、メイク髪型で。音符ハートありがとうございますね。明日来られないよっていう方は劇場に配信で見てください。そしてまだこの髪色すぐに落ちるわけじゃないので、公演来てください姫本当はね、誕生日とか生誕祭にこの今のベストな状態で出たかったんですけど、ボートレース、そして28時間配信ミッドナイトがあるということで早めました綺麗な状態でやっぱ出たいんで、はいそう、この今日美容院行く前ね、本当にダメだったなんか物足りないというか、髪も微妙になってきたし、色も中途半端だったので、鏡見るたびにちょっと萎えてたんですけど、そう今は最高です。楽しみだな。確かに明日から4日連続か。うわ、今一番緊張してるのはボートレースです。ちなみに明後日なんですけど、あー緊張しちゃう。毎回緊張する。ボートレースに関してはまだ明後日で3回目なんですけど、ハートありがとうございます。ミッドナイトももちろん緊張してるよ。でもそれ以上に緊張する。本当にやっぱり SKE 内だけじゃないじゃないですか。当たり前なんですけど、緊張しかない。ミッドナイトももちろん緊張してる。その緊張レベルがやっぱね違う別の緊張。本当にミッドナイトはね里川さんと寝れるので本当に嬉しいの本当に嬉しいの。同じことばっか言っちゃう。それぐらい嬉しいんです。伝わって伝わってるかだるま、ありがとうございます。サイリウム、ありがとうございます。ニヤニヤの緊張、まあ、そっち系だね拍手、ありがとうございます。バラ、ありがとうございます。今日ちゃんに会ったの。え、そうなの。実はそうなの。美容院行ってもう実際一番に会ったのはきょうちゃんなんですよ。まあリアルに言うとゆうねちゃんなんですけど、すぐに髪気づいたり近寄ってきてくれたのがきょうちゃんで、そうびっくりだから可愛い写真も撮りました。いつか載せるね(笑)そうなんです。最初でした。まず気づいたのがストレートってことに気づいてくれた。髪の毛普段やっぱずっと巻いてるのでプライベートでも、はい、なんかさ今日本当に嬉しかった。きょうちゃん会った時ロッカーの場所でね、あー疲れたみたいな感じの顔してね、ドア開けてたのきょうちゃんでも私を見つけた瞬間の切り替えが超早くてもうすごかった。その変化した瞬間私見れたの今日、びっくりした。可愛かったフ動画に収めたかったけどやっぱね
いつも誰が急に入ってくるかわからない扉なので取れませんね。本当に好きなんですね。いや、そう、なんかそれを見ると、あ、本当に好きでいてくれるんだなと思うけど、やっぱたまに不安になるよね。そう、だいぶとても変わったよ。久しぶりに来れた、ありがとう。こんばんは。こんばんは。そうなんです、明日も会えますね。ここ最近てか今月はきょうちゃんにいっぱい会ってます。実は言ってないけど会えてるんですよ。たくさんパワーもらってます。明日も会えるし、今日もたまたま会えたし。まあ明後日はね、私がボートレースなので会えないんですけど、でしあさっての2日間、28時間も会えますし、いいですね。楽しみだな。来月も忙しいかな。レインボースターハート、ありがとうございます。サイリウム、ありがとうございます。そう、ミッドナイト一緒。4月楽しめた。もう無我夢中すぎた、大変だった。もちろん楽しいといえば楽しいけど、楽しいよりも大変だったっていう方が勝ってるかな。忙しかった。いいことですね。サイリウム、ありがとうございます。乙女は今積んでるお花。シルクは寝る体勢に入りました、毛づくろが終わって。かわいいです、とってもハート、ありがとうございます。なんか今日私この新しいニューサイヤになって、さっきでもないか、数時間前に X にポストしたじゃないですか。その反応もすごく早くみんながしてくださり、コメントもねすごい多かった気がする。私が見た時70ぐらいあって、嬉しいと思った。ありがとうございます。普段のね、講演ありがとうございました系はやっぱさ、そうなっていくじゃん、数。私だけじゃなく、メンバー、他のメンバーもそう。倍ありましたね、ありがとうございます。まあそれに似たような写真をさっきインスタにも投稿したので、チェックよろしくお願いします。まあ似たような写真で申し訳ないんですけど、微妙に違います。微妙にね、リップしてる、ありがとう、本当にありがとう。いつも見てるんで、リップ。嘘、1000超えてた、嬉しい。やっぱ1000超えると嬉しいんだよな。最近は公演ありがとうございましたのポストでも1000いかないけど1000近くのいいねをそういただけてて嬉しいです。やっぱそういうとこもさ、数に敏感なので見ちゃうんですよね。私だけじゃない気がする、みんな見てると思う。ハート、ありがとうございます。今日で404日目、早いですね。ハートピカピカ、ありがとうございます。そのさ、イコラブさんの野口伊織さん的な感じじゃない、この色味とひねみたいな感じ。まあ今はね
ツアーが終わったかな、でツインテールになってたんですけど、その前がこんな感じでした。今私はね、下のこの髪が長いけど、かわいい。だるま、ありがとうございます。この前、何度か先生のスペース聞いてるの見ました。真島広先生かな見てました、聞いてました真島先生、フェアリーテールね、レイブと100年クエスト見てましたそう、たまたま開いたらやってらっしゃったので聞いてましたでもなんかたまにそのスペースやってるのに私のタイムライン上に出てきてない人もいて、そうなの、なんかそれが謎なんだよね。最近 SNS 系不調が多いからわからない。ご飯食べてる乙女は、まあ、今日何時までやろう決めなきゃまた終わりを。ハート、ありがとうございます。え、地震？嘘？私のこのスタンドの揺れじゃなくて？え、リアルない？え、どっちだ？なんか私の配信よく揺れるからさ、その時よくその地震だっていうコメントがあるんだけどえ、リアルな地震？嘘、大丈夫？あ、四国の方遠いな。岐阜も揺れてる。あれ、近いの？じゃあ、大丈夫ですかみんな。あ、リアルな、ちょっとごめんなさい本当に。ここは揺れてません、ちなみに私の場所は。安全な場所に避難してください。なんかこういう時さ、配信しない、していない方がいいってやっぱ思っちゃう派なので、切りたくなっちゃうよね。うん、揺れてないな。ピカピカ、私の配信がよく売れるのは乙女の仕業か私ですごめんなさいハート、ありがとうございます。今日も意外と疲れたな、毎日してる。ちょっとでも早く長く寝れるようにしないと、今週体力を温存させるために健康管理をしっかりしつつ、ね、確かに。そろそろじゃあ終わりにします。配信で見せれてよかった、新しい紙。ハート、ありがとうございます。お披露目会でした、ほぼありがとうね、みんな似合う、嬉しいよ、ありがとう。明日の配信も見てね、公演現地で見れる方も私を見てね。また雰囲気がガラッと変わると思うので、はい、アップル嬉しいな。黒髪に赤の衣装は本当にね
似合うんだよ私がとかじゃなく誰でも似合うんだよ。嬉しい、楽しみ、似合う、いいね、ハート、ピカピカ、ありがとうございます。そう、黒と赤って似合うよね、やっぱかわいい、かっこいい、はい、ありがとうございましたランキングを読めます。1位ハッピーさん、2位ハッピーさん、3位ハッピーさん、4位白蛇ちゃん、5位ロボットくん、6位サーさん、7位ハッピーさん、8位猫ちゃん、9位アニバーサリー、10位クマちゃん、11位ハッピーさん、12位ん10位クマちゃん、11位ハッピーさん、12位これは白クマちゃん13位ワンコ、ありがとうございました。明日またお会いしましょう。乙女、乙女ちゃん、乙女ちゃん、おいで、ほらこっちで出る、乙女、うん、出ません、ごめんなさい、一応見てはいるんだけど、こっち、うん、どこ行った、消えました、ベッドの下にごめんなさい、ありがとうございましたおやすみなさい、ありがとうございました。皆さん気をつけてね、地震は。ポップコーン、ありがとうございます。バイバイ、ありがとうね、おやすみなさーい。